皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこちらのムック本です。出ました、ハッピーハロウィンスヌーピーさんのぬいぐるみポーチ、開封していきます。はい、開封いたしました。こちらがスヌーさんのぬいぐるみポーチです。そしてこちらの冊子も入ってます。そして同時発売でこれですね、このトートバッグと、ゴーストポーチのセット、これも一緒に発売されてます。で、まあ、スヌーさんいつもローソンだったんですけど、今回はファミリーマートで販売しておりますので、お間違いのないようにしてください。今回ローソンじゃなくてよかったです。うーんさんがいらっしゃいますので、しばらくローソンは行かないようにしております。それではご覧いただきましょう。どうでしょうか。今回はハッピーハロウィンということで、このオレンジの帽子をかぶっていらっしゃいます。で、お顔もこのふわふわもふもふの美白のスヌーピーさんとなりまして、このお鼻とかですね、このお目々のあたりもオレンジが今回採用されてます。そしてその下のマントの部分は大流行のルマンドカラーが採用されまして、いや本当これ見逃せないぬいぐるみポーチとなっております。はい、そしてこのモコモコのスヌさん、お足の方も可愛くなってます。で、ちょこんとこうね、座らせておくこともできます。後ろ側見ていきますと、こちらはボールチェーンがついてまして、バッグにつけて一緒にお出かけすることもできちゃいます。はい、そしてこの帽子の部分は、ここメインファスナーになってますので、ここバリバリっと外しまして、こう取り外しすることも可能になってます。はい、外すとこのようなスヌーピーさん、耳の部分もモフモフになっております。そして後ろから見るとこんな感じです。そして帽子の部分もこんなふわふわの、はい、素材になっておりまして、ここですね、ここがこうパチッとこのようにつけることができます。で、この帽子は他のキャラクターにもこのようにつけてあげることもできます。コッペちゃんにももちろんつけられます。はい、さらに今度このマントの部分はここのボタンですね、はい、こうパチッと止めるだけのボタンが一つついていて、このようにこちらも外すことができます。そうなりますともちろんこちらも付け替えることができちゃいます。シバコッペちゃんはダイエットが必要です。そして今度背中側見ていきますと、ここにはジップがついておりまして、はい、ちょっとしたほんのちっちゃいものしか入りませんけど、ポーチになっております。はい、といった具合の今回のぬいぐるみポーチとなっております。これまではエトスヌさん、12月に、その次の年のエトのスヌーピーさんぬいぐるみ出ておりましたけれども、今年はハロウィンバージョンが登場ということで、いやこれは本当買いだと思います。はい、それではここで過去のぬいぐるみポーチ並べてみました。この右側から虎年のスヌさん、そしてウサギさん、そして今年はタツ年ということで、はい、毎年楽しみに集めていらっしゃる方も多いかと思いますが、今回はこのマントがついておりますので、ね、帽子だけではなくて、はい、とても特別な仕様になっております。でサイズに関しましては同じですね。高さもこうほぼ同じで、この全体のサイズ感も同じだと思ってください。若干微妙に違うところはあるんですけど、例えばこのうさぎさんですと顔がちょっとねむくんでパンパンになっちゃってますけど、まあそんな感じだったりとか、まあ辰年、今年の方はちょっとねスリムなほっそりとしたお顔になってます。でハロウィンバージョンはまたちょっとですね、モコモコ感がお顔の方も大きくなってるような、このモコモコ具合がちょっとね膨らんでますね。で背中側で写すとこんな感じになっております。はい、ということでフードトリオに、はい、追加フードカルテットとして今後は活動していきたいと思います。ぬいぐるみポーチ久々に新入り入ったということで、かなりこれも大勢のメンバーになってきましたね。集合写真はまたインスタでも上げていきたいと思います。はい、ということで以上で、ここまでぬいぐるみポーチの紹介でした。ファミリーマートで販売しておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、それではここからは昨日紹介しましたクリスチャン・オリビエ・パリのムック本のショルダーバッグ、コメントの補足していきたいと思います。で動画でも比較で出したんですけれども、素敵なあの人の
ックのバックですね、クリスチャン・オリビエ・パリの、はい、付録では初登場だったわけですけれども、はい、まあ、これ2つですね、色味がちょっと違うかなということで、はい、まあ、動画でも映したんですけれども色がちょっと違いますので、その辺よりもう一度ですね詳しく映しておきたいと思います。で、動画で今こう映していくんですけれども、動画でちょっともしかしたら分かりづらいかもしれませんので、写真も撮っておきましたので、インスタグラム X でアップしておきましたので、まあ、画像との違いがちょっとあるかもしれませんので、そちらもよかったらチェックしてみてください。はい、で、色は本当全く全然違う色になってまして、こっちは、黒っぽい色ですね。 この部分が黒系の色になってるんですけど、こっちは、これ何色って言ったらいいんですかね、茶色でもなくてちょっと緑系の色が入ったような色になってます。はい、さらに近づけてみますけれども、このような違いとなっております。はい、光の加減でちょっとですね分かりにくいところがもしかしたらあるかもしれませんが、はい、裏側でいきましょうか。こんな状態になってます。で、このムックの方は黒っぽい色だったので、よりちょっと高級感が感じられるかなという、私的には個人的には思います。はい、もちろんこちらも、はい、上品なモノグラム柄になっておりますので、はい、優劣つけがたいですけれども、はい、ムック帽の方がよりこう深みのある、はい、そんな色になっているかと思います。はい、まあ、色はそんな感じの違いになっておりまして、はい、でコメントにもいただいてましたけど、このお財布機能のところですよね、まあ、これは本当普通のポケットでも良かったかなとは私も個人的にも思いました。はい、まあ、このカードポケットとか別に使わなければそのまま普通に、この収納になりますからね。はい、でメッシュポケットもついておりますし、はい、まあ、収納お財布機能じゃなくて普通のポケットとして使ってもいいかなと思います。まあ、そうなってくると私個人的には横長の方が、こういうタイプの方がちょっと使いやすかったかなという気はします。はい、まあ、横長のはこれまで過去にも出てましたんでね、こう縦長はちょっとはこれまでなかったので、はい、まあ、そういう意味では、まあ、新作ということでですね、まあ、これはこれで使い道があるかなと思います。はい、まあ、そんな感じの比較でございました。また何か気になる点等ございましたらコメントの方に残していただければ、可能な限り補足させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今回はスヌーピーさんのぬいぐるみポーチとコメントの補足してまいりました。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画参考になったと思ってもらえましたら、グッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。